アレンカ・ブラトゥシェクは、スロベニアの政治家。2013年3月から2014年9月まで、女性として、同国初の首相を務めた。ゼェリエ出身。リュブラナ大学の自然科学、工学部で学んだ。同大学で研究を続けるかたわら、経営学の修士号を取得するため社会科学部にも、通った。政界入りまで6年間、財務省の国会予算局長を務めた。 2008年、ブラトシェクは、社会自由主義政党、ザレスから国会議員に立候補したが、落選した。2011年の総選挙では、積極的なスロベニア党から出馬して当選した。同年から国会の予算監督委員会の委員長を務めている。汚職防止委員会の公式報告書で疑惑が持ち上がっていたゾラン・ヤンコビッチ代表が、 党内ののすべて役職を放棄した後、ブラトゥシェクは2013年1月17日に積極的なスロベニア党代表に選ばれた。これに関連してウハー政党のヤネスヤンシャ代表率いる内閣も不信任決議を受けて総辞職した。2月27日、ブラトゥシェクはスロベニアの次期首相に選出された。ヤンシャのスロベニア民主党はツイッターで彼女の政権は 彼女のスカートの長さよりも短いものに終わるだろうとの反応を示した。グレゴール・ビラントは投票結果を歓迎し、スロベニアに前進をもたらすだろうと述べた。外国メディアは、ブラトゥシェクにとって新政権を発足させることは困難との見通しを示し、ヤンシャ政権によって開始された改革が持続されるか疑問視した。積極的なスロベニアと、 社会民主党の連立で国会内の過半数が確保され3月20日ブラトシェク政権が発足した彼女は首相としてスロベニア発のモスクの建設を主導した2014年4月25日に行われた積極的なスロベニア党党首選挙ではゾラン・ヤンコビッチ前代表に敗れ5月5日に退治を表明その後は積極的な スロベニア島から離島し、新たにアレンカ・ブラトゥシェク同盟を結成した。2016年5月に同盟を社会自由民主同盟に変更。2013年3月、ブラトゥシェクの収支論文のあるページに出典が記載されていないという匿名の指摘があった。ジャーナリストらが査読すると、彼女の88ページからなる論文には34個の出典が記されていたが、 実際は11個のみで、その中には、彼女が勤務し、後に、取締役会長となった、企業ホフニー・ゴズ・ポタースキー・ザワ・ドブルドの内部資料が、含まれていた。この問題を取材した、スロベンスケ・ノビッツェ・ガミは、彼女が、文献引用のルールを踏まえずに、別の人物の著作を投用していたと書いた。これに関して、ルブラナ大学の自然科学部は、盗作の容疑で、調査を開始した。 現在は、クラーニに、夫と息子、娘の4人で住んでいる。ありがとうございます。